エソンヌ県の都市、パリの南東約1 8トルに位置する。県の北東部にあり、バルドマルヌ県と境を接している。イエール川とレバイオン川の作る谷にあり、自然区分では、ブリーン地方の南西、広大なセナールの森の北にあたる。コミューン中央部を東から西へ3キロメートルにわたってイエール川が流れる。かつてこの土地はエデラと呼ばれ、11世紀には、 ギオームミュードイエールの土地であった。1801年よりエアーズの綴りで固定された。18世紀のカシーニ地図に描かれたイエールかって、パリモントルーに至るローマ街道があった場所に、イエールの取り出があったと見られる。これが、イエールの起源である。イエール川谷の定地は、メロビング町時代の王たちによって、パリの大きな修道院に属するものと認められていた。 11世紀にこの地にあったのはセールーに捧げられた教区であった。1120年よりベネディクト会派のノートルダム・ドイエール修道院建物が建てられ始めた。1130年、領主、ギオーム・ドイエラが城を建てた。現在も当時の守営詰め所がコミューン中心部に残っている。13世紀、教区教会が再建された。1389年、 イエールのフィーフはシャルル5世の宮廷館に戻された。1617年、財務官シャルル・デューレが城をイエールに建てた。1637年に売却された城を買ったのは王の執事ロラン・ビューランで、彼の妻ブルタマンドは当時のプレシオーをであった。ニノンド・ランクロはブルタマンドの招きで城に滞在している。1652年、 カマルデュル修道会が新たな修道院を建設した。1715年から1717 17年まで、トランシルバニアコーラーコーチフェレンツ2世がカマルデュル修道院に陰遁していた。1846年、パリマル西油間鉄道路線がイエール川谷に敷かれた。1860年、ギュスターブ・カイユボットの父がイエールに辞書を購入した。1866年、 ピエール・ラ・ルースもイエールに家を買った。現在は、パリ都市圏に含まれるイエールであるが、1793年には、人口が1000人未満の村だった。第一次世界大戦後、人口が増加に転じた。イーティネレアでラビワロ・マイネブ・ヤール18ジーン、リュック・フラヒークへ通る、レ・パトリム・アン・デ・コミューンズ・デ・エル、エッソンヌ、フラヒーク、2001。 p1009 から1021ストール d y e r r e s e s u r l e s i t e t o o p i c t o p o s c o m カンサルトル07-01-2010ありがとうございます。